まあ、運転席周り車内ですけどね、不走のダンプですね。まあ、車庫から、まあ、10分ちょっとのとこなんで、そこの解体現場から、捨てる場所、マイナスの場所まで、片道は15分計算ですね。さあこれから13回目の最後のマイナスしますよ。まあ、どんな感じかね、ちょっと、眺めててくんなまし。穴ぼこにね、ガラを捨てるんですけど、その捨てる穴ぼこまでスロープで上がっていくんですよ、バックして。でそれ場内はですね、もう戦場のようにダンプがうろちょろしてるんで、それをかいくぐりながら、こうモニター見ながらミラー見ながら行くわけですけど、で坂道は確認して、誰かいないか確認して、これからスロープを上がりますよ。はい、上がって、はい、後ろ確認。はい、PTO オン。はい、レバー引いて、はい、ダンパー、はい、パタンコ下ろして、はい、今コクイーンって上がってますからね。ザザ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 ザゴン。はい、オッケー。はい、レバー下げて PTO オフ、パタンコ閉じる、はい、終わり。はい、これを繰り返すわけです。これがガラの搬出ですね。13回目終わり。はい、今日のお仕事終わりでございます。